一木の後継者。ついに決まる。一木の後継者、白石井上凪、西野川崎、飛鳥小川、橋本菅原、生田奥田。という風潮。西野川崎ライン早場そう。その中で合ってるの飛鳥と綾だけやわ。生田は後継者なんていないと思うわ、唯一無二。よきこそ西野じゃね、あざといのが。頼むから白石は絡めるな。全部小物化してる。折り面は強いだろ当たり前。橋本もな、この後継者って作りにくい感じがあるけど。なんで5期しかいないんだよ。西野よだ川崎。しっくりくるの生田奥田くらいかな。いろはは農場の後継者だよ。最近井上は生田になるんじゃないかと思ってる。堀川崎の方がしっくりくる。後継者とかいらねえ。白石の後継はやんちゃんだろうが。マリカイケだ。後継とかいらんな、オリジナルにならんと。運営が一木が大好きで後輩にコピーをさせたがるからね。間違ってると思うけど、後輩の個性、良さを消して、潰してる。なんで君らはメンバーをオリジナルとして見てやらないの？良くも悪くも息長いグループゆえに起こる現象。一木をただったからこういうの普通に好き、応援したくなっちゃう。最後のオチが弱いな。オチというかそこだけが筋。西野だけ違和感すごい。個性を否定するようなことするなよ。一人一人オリジナルの良さがあるから面白いんだろうがよ。乃木坂の歴史を語る上で欠かせない存在のはずの生駒の後継については誰も話さないんだな。新規は異様に持ち上げるけど、個人で推してたオタなんてほとんどいなかったからな。生駒の活動に向き合う姿勢は久保が引き継いでる。そこは乃木坂ファンの間ではすでに有名。西野の後継者は5期にはいないね。後継とは